次に川内博史君。そうです。おはようございます。川内でございます。今日もまた委員長や与野党の理事の先生方にご許可をいただいて発言をさせていただきますことに心からもう本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。今日は外務大臣にもお運びをいただいております。まず河野外務大臣にですねお尋ねをさせていただきますが、前回3月28日の本委員会の質疑で岩屋防衛大臣にもお尋ねをしたわけでありますが、今年2月の県民投票の結果、沖縄の県民投票の結果ですね、もう辺野古は勘弁してくださいという多数の県民の皆さんのご意思というものが明らかにされたわけでありますが、岩屋大臣は事実として米側に伝えるということを前回の委員会でご発言をいただきました。正式な外交ルートという意味においては外務大臣もこの県民投票の結果というものを米側にお伝えになられるべきというふうに思いますが、もうすでに伝えているのか、それともこれからお伝えになられるご意思があるかということについて教えていただきたいと思います。河野外務大臣。沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場や取り組みに関する説明の中で地元の方々の思いというのは伝えてきております。川内君。県民投票の結果についてはすでに米側に伝えたということでしょうか。河野外務大臣。今申し上げたとおり、沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場や取り組みについて説明する中で、地元の方々の強い思いをお伝えしてきているところでございます。川内君。いや大臣、そんなちょっと回りくどいご答弁ではなく、私がお聞きしているのは、県民投票の結果についても、米側にお伝えしているのですかと。いうことをお聞きしているので、県民投票の結果について伝えたのか否かということを教えていただければというふうに思います。河野外務大臣。地元の方々の強い思いということでお伝えをしております。川内君。地元の方々の強い思いということで米側に伝えている、その大臣、そんなこうもっと端的に教えていただけます。県民投票の結果をちゃんと伝えたということで、よろしいでしょうか。そうならそうだと、お前の言う通りだということなら、そうお答えいただけますか。河野外務大臣。地元の方々の思いは米側にしっかり伝えてあります。川内君。いや委員長ね、県民投票の結果をお伝えしたのですかと私は聞いているのでございますけれども、地元の方々の強い思いを伝えているというふうに大臣はご答弁になられるんですけど、その地元の方々の強い思いという言葉の中に県民投票の結果が入るのか入らないのか、心配で心配でしょうがないんですよ、野党としてはね。それは委員長、ちゃんと端的に大臣に答えてというふうに、ご指示いただけませんか。県民の思いが、含まれて、いるかどうかということについてご質問をされたらいかがでしょう。はい、川内君。それじゃあこれ委員長からのご指導でございますので、改めて大臣にお尋ねいたします。県民の皆さんの強い思いを伝えている、その県民の皆さんの強い思いという言葉の中に2月に行われた県民投票の結果が含まれている、入っているということでよろしいですね。河野外務大臣。そう考えていただいて結構です。川内君。委員長、難しいですね。閣僚っていうのは大変だなと思いますよ。入っているとも入っていないとも言わず、そう考えていただいて結構ですと、こう非常に微妙な答弁をされるわけでございますけれども、こればっかり聞いてるわけにもいかない、そう考えていただいて結構ですと
という答弁、ですから県民投票の結果が入っているのですねという確認をしていることに対して、そう考えていただいていいというふうに、ご答弁をいただいた、そう考え、じゃあ、伝えたというふうに私の方で考えさせていただきたいというふうに思いますが、ちょっと怪しいなというふうに思います。私はお互いに民主主義国家ですからね、そういうことをざっくばらんに話し合うこと大事だというふうに思うんですね。まずじゃあ、河野大臣ね、もう一つお尋ねいたしますけれども、今年1月に、辺野古の軟弱地盤というのが確認されて、大規模な地盤改良工事が必要となり、これに、どのくらいの追加費用がかかるのか、あるいは工期がどのくらい延長されるのかという、まだ詳細明らかにされてないわけですけれども、そもそも防衛省から、いやこんなことに今なっちゃったんですよというふうに外務大臣、防衛省から説明を受けてます？河野外務大臣。防衛省から外務省に適宜説明をいただいております。川内君。でそのことをですね、外務大臣として、ゴールデンウィークの前後2プラス2もあるわけですけれども、外務省として、その2プラス2に閣僚が直接出席するかどうかは別にして、外務省防衛省が米側といろんな話をされる時期なわけですけれども、それらのことをしっかりと国務省にもお伝えするという理解でよろしいでしょうか。河野外務大臣。日米の2プラス2は年内に開催ということを念頭に置いておりますが、日時その他まだ何ら確定をしておらず、今その議題について予断を持って申し上げるのは差し控えたいと思います。川内君。私2プラス2例示として挙げたのであって、要するに正式に外交ルート、日本の外交を取り仕切る担当閣僚としてですね、国務省に、地盤改良が必要であると、工期も延長されるであろうというようなことをお伝えしますかと、どういう機会であれ、どういう機会であれお伝えするんでしょうかということをお尋ねしております。河野外務大臣。工事を進める上で必要な調査の結果などにつきましては、政府として米側に適宜しっかり説明をしてきているところでございます。川内君。でもう一つ確認をさせていただきますが、今先生方の機上に配布をさせていただいている資料ですね、これは昨年の11月1日の予算委員会で、河野大臣にお聞きしたわけですが、民主党政権時、2010年、平成22年4月19日に、当時の、これ、右側ですね、右側の、どうぞ、はい、当時の鳩山総理に対して、外務省北米局日米安全保障条約課が作成したであろう文書なわけですけれども、配布した資料でお示しをしましたように、この左側の外務省作成文書、これは情報公開請求で私がいただいた文書でございますけれども、この右側の鳩山元総理が保有している文書と、左側の情報公開請求で外務省から出された文書、右上のゴム板、極秘のゴム板ですね、これ、鑑定を私の方でしましたら、ゴム板は一致するということでございました。はい、でこれについてですね、河野大臣は、この文書が外務省におそらくあるんだろうと思いまして、探させましたと、いまだに見つかっておりませんと、でそこでここに出ている人間を呼んで、実際にこの文書を作成した記憶があるかということを聞きましたと、このような内容の文書は、おそらく外務省で作ったんだろう。しかしこの文書そのものを作ったかどうかは記憶にないということでございますというふうにご答弁をいただいております。でゴム板が一致するんだけどもどうですかと聞いたんですけども、このゴム板の中に数字が書いてあるんですけども、私もこの数字も筆跡鑑定をしました。これ
裁判所に鑑定資料などを提出する専門家に鑑定をしてもらいました。で、これ筆跡はですね、この資料では告示していると去年の11月の段階ですから書いてますけども、筆跡も一致をいたしました。大臣、筆跡も一致したんです。鳩山総理が説明を受けたとされる文書の中に書いてある数字の筆跡と、外務省から出てきた文書に、ゴム板の中に書いてある数字とですね、筆跡が一致いたしました。したがって、外務省で一生懸命探したけど、その存在を確認できないということになっているわけですが、で、外務省が作ったものであろうということはですね、今日お認めをいただきたいんです。この鳩山総理が説明を受けた文書ですね、はい、もうゴム板も一致しているし、筆跡も一致してますから、外務省が作った文書であろうと、しかし存在を確認することが残念ながらできないという現状、そういうステータスの文書であるということをお認めいただきたいというふうに思いますが、いかがですか。河野外務大臣。ご指摘のこの文書につきましては、これまでも答弁をしている通り、外務省として外交文書の確認、廃棄簿の記載の確認、当時の関係者への紹介などを行い、私としてもご指摘のものを含む当時のもの、当時の関係者を含め、話を聞きましたが、作成をした、あるいは取得したことを含め、存在は確認できず、また廃棄したことも確認できていないというのが現実でございますので、これまでの答弁に変わりはございません。川内君。いや、ですから、大臣ね、この鳩山総理が持ってらした文書のゴム板、左側の外務省から情報公開請求で出てきた文書のゴム板、これは一致しますと、ゴム板が一致しますと。で、さらにですね、委員長、委員長、ちょっと与党筆頭が私にいろいろ聞くんですけど、与党筆頭に私、質問される立場じゃないので、はい、委員の皆さんはご静粛にお願いをいたします。で、このゴム板の中のね、筆跡、ゴム板の中の筆跡も一致しますと、ゴム板も筆跡も一致しますと、ゴム板が一致し、筆跡も一致するので、存在が確認できないということは分かりますけれども、この鳩山元総理が持ってらっしゃる文書については、おそらく、外務大臣も外務省で作ったものだろうと思うというふうに、おっしゃってらっしゃるので、外務省が作成した文書であろうと思うという答弁から思うを取っていただいてですね、外務省が作った文書であろうと、しかし、その存在を確認できないというふうに、思うを取ってくださいということを申し上げているんですけれども、いかがでしょうか。河野外務大臣。先ほど申し上げましたように、作成したこと、取得したこと、あるいは廃棄したことのいずれも確認できておりませんので、これまでの答弁に変わりはございません。川内君。作成したことを確認できていないと、しかし、作成したであろうということについては、これはもう筆跡が外務省の省院の筆跡と同一の筆跡なのでですね、作成したであろうということは、お認めいただけますかということを聞いておりますけれども、いかがでしょうか。河野外務大臣。先ほど申し上げたとおりでございます。川内君。ちょっと、大臣、これ、外務省の方でもですね、鑑定などをされてですね、これも、総理が説明を受けた文書ですから、元総理が、総理時代に、この文書がどういうものであったのかということは、やっぱり政府としてしっかり。こうしてお聞きしているわけでございましてですね、また、この問題については、
引き続き今日は作成したであろうさせていきたいというふうに思います。それでは残りの時間10分間ですが、辺野古の軟弱地盤について伺わせていただきます。辺野古の埋め立て区域の軟弱地盤について、平成25年3月22日付の沖縄防衛局が当時の中居間沖縄県知事に提出した公有水面埋め立て承認願書の根拠となっている硬い岩盤としてですね、ケイソンなどの構造物の支持層としている琉球石灰岩の地盤の強度を示す N 値が50というデータがあります。このボーリングポイント B1 の N 値50の琉球石灰岩の地層の厚さは何センチなのかということを教えていただきたいと思います。鈴木整備計画局長。ご指摘は平成9年に行われましたボーリング調査のものでございますけれども、そのご指摘の B1 地点におきますところのボーリング調査によりまして、海底面から深度 14.60 メートルから 15.70 メートルの間のにおいて 1.10 メートルほどになりますが、こちらにおきまして N 値50という琉球石灰岩の層を確認してございます。川内君。委員長ね、1メートルしかない琉球石灰岩の層を支持層にしちゃったんですよ、このボーリングデータをもとに。今聞きました、皆さん、1メートルです。で、そのボーリングデータのね、土質調査報告書、この前日本語ください日本語くださいって言いましたね。でもらったんですよ。そのまとめのところにこんなことが書いてあります。琉球層群、琉球層群というのは琉球石灰岩の層ですね、基盤深度が深いところにのみ分布しており、場所によっては欠如していると。琉球石灰岩は岩盤上をなすが、層圧が1メートルと薄いと。また、他の未固結層は N 値が2から43で、平均的には N イコール14程度と柔らかいと。で、支持基盤としては、中積層や琉球層群の厚さや分布状況、締まり具合などから判断して、基盤のその下の下葉層が対象となると。支持層は下葉層に した方がいいよというのが、この琉球石灰岩を支持層にするという根拠にしているボーリング調査のまとめが言ってることなんですよ。で、さらに、今日も資料を探すのにえらい時間かかりますけどですね、これは防衛省です、さっきからもう与党の人が いろいろ言うともう、僕混乱するじゃないですか、気が弱いんだから、委員の皆さんは質問者の邪魔にならないようにお願いをいたします。川内君。それで平成18年の、要するに私が聞きたいのはね、大臣ね、平成25年の3月に設計の概要を申請するわけですけど、その設計の概要を作るにあたって、使われているボーリングデータって、この平成9年9月の4箇所掘ったボーリングの、しかも1箇所の N 値を使ってるっていうのが根拠なんです。それしかないんですよ、他に、設計の概要。で、それ以外には平成18年に音波探査をしてるんですけども、その音波探査でもですね、そのまとめのところにですね、大浦湾海域の地質構造を精度よく把握するには、情報が少なく不確定さが残ると。で、設計施工するにあたっては、これらの分布状況の精度を向上させることと、正常を把握することが必要であると。まだまだこれ、調査が必要だよと。で、さらに、設計施工に必要な基礎資料を提供する必要があると。基礎資料がないと。基礎資料がない状況の中で、概要設計をですね、琉球石灰岩を支持層にして、縁故滑り計算、要するに、大丈夫だよという計算などを、して、
申請をしているわけですね。これはあの私は大変にあの問題だなというふうに思っていて、でも実は防衛省は琉球石灰岩は N 値数値にばらつきがあって支持層とするには頼りないねといろいろそこは議論があるねということはもともと知ってたんですよね。どうですか。防衛省鈴木局長。この琉球石灰岩層というものについて、まあ、強度のばらつきが非常に大きく、また空洞が存在するから工学的な取り扱いが難しい云々等の、まあ、旨のその記載がある文献というものはございます。ただこちらの文献はいわゆるその橋なしとか橋脚ですね、これらの等の杭を基礎とする構造物を構築する際に杭の先端を点で支持させる際の考え方を記載しているものであるというふうに思っております。従いましてこの辺野古の事業におきましては、計算護岸のように海底地盤と構造物が面的に設置いたしまして、海底地盤に面的に荷重がかかる場合とは前提が異なっていることでございますので、まあ、こうしたその、まあ、一部その文献の指摘というものがこの本事業に当てはまるというふうには考えてございません。川内君。いや、一部文献の指摘がそう言ってんじゃなくて、この防衛省さんが N 字50の、ね、琉球石灰岩を支持層にするとその後決めてるんですが、そのもともとのデータとなっている平成9年のシワボウキ土質調査のまとめに、琉球石灰岩は当てにならないから、その下の可溶層を支持層とすることが望ましいと、そもそも空港建設の前提として言ってるわけですね。さらに、今日時間がなくなっちゃったんですけど、ボーリングで、76本ボーリングして、琉球石灰岩の N 値などもいろんなところで出していると思うんですが、N 値のばらつきがあると思うんですが、そのばらつきを教えていただけますか。鈴木局長。ご指摘ございました24本のボーリング調査ですとか、その後追加で実施いたしました52本のボーリング調査、これらに、よりまして結果について N 値を測定したボーリング調査というのは61本ございます。でこのうち、琉球石灰岩層が含まれるボーリング調査は、まあ13本ございまして、 N 値はその中でその13本のうち約140箇所で測定しているところ、まあ0から50までの値が確認されてございます。ただそのうちですね、約半数の箇所で N 値50というものが確認されている。川内君。いやだから N 値が0から50ですよ。半分以上で50が出たって自慢してたけど、要するにばらつきがあるんですよ。でそこを琉球石灰岩を支持層にして、概要設計をしたわけですけど、なんでですね、平成19年から平成25年の概要設計するまでの間、詳細なボーリング調査を行っていないのか、で、基礎的なデータもないのになぜ概要設計をでっち上げたの。私からすればでっち上げですよ、これ。大丈夫ですよということをですね、沖縄県に言ってるわけですね。で今になって変更申請をするわけですけど、大臣ね、こういう水面埋め立て法上変更申請をしなければならないということになったら、一旦工事を中止して、免許とか承認の効力をですね、きちんと整えなければならないという学者の学説もあるんです。だから一旦ここは工事、やはり私は止めることが事業者としてのやっぱり公正さ、後々ですね、なんか既成事実を作ろうとしてんじゃないのとかですね、またなんかやろうとしてんじゃないのということを言われないために必要であるというふうに思いますが、最後大臣ですね、工事一旦中断すると言ってくださいよ、ここで。岩井防衛大臣。まあ、今回のですね、ボーリング調査の結果によって、設計の変更を行う必要があると判明したのは大浦湾側でございます。で今、工事を進めておりますのは辺野古側でございまして、辺野古側については、埋め立て承認に基づいて施工することができますし、
変更承認を必要とするような事態は生じておりませんので、工事を進めることは、問題ないというふうに考えております。大浦側につきましては、これから詳細な設計を行いまして、沖縄県産に設計、変更承認をお願いをするということになります。川内君、まあ普天、はい、もう終わりますけど、普天間代替施設建設として申請しているわけですから、それの変更を申請するので、普天間代替施設の建設として変更が必要になっているわけですから、学説上は一旦工事を止めるのが正しいやり方ですよということを申し上げて、終わります。次に原口和弘君。原口君。おはようございます。国民民主党の原口和弘です。岩屋大臣とはですね、国家主権と国益を守るために行動する議員連盟というのを作らせていただいて、共同座